検証とは何らかの手段で一般から応募者を集め、商品や賞金を提供するもの、プレゼントキャンペーンとも呼ばれる。主にプロモーション活動として、商品の販売促進のために使われる。検証はオープン検証とクローズド検証に分類されている。検証を行う企業の商品の購入に関係なく、新聞やテレビ、雑誌などのマスメディア、 検証サイトによって広く応募者を募り、簡単なクイズに正解した人の中から、抽選で人に賞金や商品が当たるといった場合のものを指す。またこのクイズは、ほとんどがヒントがあって、そのヒントに答えが書いてあるものもある。応募者の年齢、性別、居住地域などにより、当選内容が異なるものもある。検証への応募の条件として、 検証を行う企業の商品の購入や入会などの小取引が必要である検証を言い、一般検証、共同検証、送付の3つに分類される。オープン検証、クローズド検証とも、具体的な金額などについては、景品表示法や、これに付属する規則、業種によっては公正競争規約で細かく定められているが、応募に際して記載した。 個人情報の扱いについては外部流出や悪用の心配がある。このほか1990年代以降は検証の応募に際し、年齢制限を厳格化するケースも目立っている。具体的には、種類メーカーが行う検証は、満20歳以上でないと応募できず、はがきなどにも年齢記入を義務付ける。タバコメーカーの場合は当選者に対して写真付き身分。 証明書のコピーの提示を求める場合もある、などである。応募者の年齢、性別、居住地域、購入店などにより、当選内容が異なるものもある。景品の上限については、オープン検証とクローズド検証とで異なる法律により規制されている。指摘特選の禁止及び公正取引の確保に関する法律、第2条第7項の広告において、 九時の方法等による、経済上の利益の提供を申し出る場合の、不公正な取引方法、通称オープン検証告示によって規制されていた。最初の告示は1971年に行われ、上限を100万円。1996年の改正では1000万円が上限となった。2006年に規制は廃止され、上限はなくなった。景品表示法第3条で規定され、 一般検証、共同検証は検証景品告示、送付景品は一般消費者告示で規制されている。1965年7月15日に初めて告示が行われ、同年8月15日から施行された。ありがとうございます。